今日の県内は大気の状態が不安定で、各地で断続的に激しい雨が降りました。雨は明日にかけて降り続く見込みで、土砂災害などに注意警戒が必要です。足をびしょ濡れにしながら歩く人。県内は各地で激しい雨が降りました。新潟市松浜では午後1時までの3時間に観測史上最多の81ミリの雨が降りました。佐渡市では各地で冠水が発生、一時土砂災害警戒情報が発表されました。佐渡市両津では午前8時41分までの1時間に48ミリの雨を観測し、住宅3軒が床下浸水しました。また市道や農道3カ所で乗り面が崩れているのが確認されています。雨は明日にかけて降り続く見込みで、明日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで、上中下越で100ミリ、佐渡で70ミリと予想されています。県は午後、大雨に関する情報連絡室会議を開きました。土砂災害の危険度が高まっているとして、あさってにかけて土砂災害に注意警戒するよう呼びかけています。最新のですね、気象情報をですね、収集していただくとともにですね、市町村の方から避難指示等が出ましたら、早急にですね、避難していただきたいというふうに思います。明日からの3連休も雨が予想されるとして、最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。